はい。じゃあさ、今日は全部食べちゃったね、カリカリね。リコさんじゃない。うん、よくね、ニカルちゃん。シュピ、お腹すいたね。よかったよかった、いっぱい食べてね。いいかいいか。ハリ、いつケーキでやれるかな。まだかな。もうちょっとかな。ちゃん、まだシャー言うからね。ねーかーりー、ぽんちゃんだ。ぽんちゃん、ぽんちゃんもさ、勝手に食べてもいいよね。いいからね。このまま食べます。はい、はい。にゃんにゃん、ごめんね。チュール、チュール、チュール、チュール。だよ、じゃあ、くるましね。よしよし。ちゃんくんの好きな、ホタテ味の入ったミックス。あんずちゃんがですね、今まで部屋の中だけの生活でしたが、これからお風呂に入るにあたってですね、まあ譲渡会を間近ということもありし、扉をちゃんと閉めて、お風呂の前だけ開放してみようと思います。これジャン君が多分ですね、もうそこに、あれ、あんずちゃんだな。あんずちゃん、開けるよ。あら、あんずちゃんじゃなかった。ぽんちゃんでした。ぽんちゃん。はい。
ら、ジャン君もおいで。
遠くでポンちゃんも鳴いてるの。はい。じゃんけん。うん。あんたちゃんはどうしてる？してるかな？あんずちゃん来なかったのかな？オープンになると来ない人なの？よいしょ。結果、あんずちゃんはどこにいるんだかよくわかりませんが、風呂に入っていた黒犬としては来なかったのかなと思っています。後で映像をチェックして、確認してみますね。さて、話は変わりますが、これですね、譲渡会にあんずちゃんを連れていくにあたって
って、部屋の中にキャリーを置いて、馴染ませようかなと思っています。ちょっとこの場所はですね、マオイママからするとちょっと邪魔だと思うと思うので、後でもう少しいい場所に変えるとして、まずは、自然に自分から入ってくれるような感じになっているとありがたいです。はい、お腹すいた。はい、はい、カオさん、指食べる。はい、怒ってる怒ってる。頭は嫌なのね。こっちも嫌なの。こっちも嫌なの。でも触っちゃうの。クシュ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 。うん、いいかね。アリカちゃん。いいかいいか。シュクシュ。いいかだね。アリン。おいしい。美味しい。